2024年1月1日15時より放送の明石家さんまと木村拓哉による正月恒例の特番、サンタク、フジテレビに、スノーマンが出演する。さんまと木村の二人が、ありげん、即、実行をモットーに、あらゆることに挑戦する同番組。今年も例年と同じく、スタジオトークで決まったテーマを元にロケを行い、2時間に凝縮。今回のテーマは、ドキドキとなっており、二人は、ドキドキを味わうべく、YouTube 撮影現場、サーキット場、予約7年待ちの焼肉店へと向かう。さんまがこれまで一度もチャレンジしたことがないという YouTube 撮影。木村は後輩、スノーマンが撮影している現場へさんまを連れて行き、さんまにとって初めての YouTube 撮影に参加する。テレビの収録とは異なり、出演者それぞれの前に置かれる小さな撮影機材に囲まれた現場が珍しいようで、さんまもドキドキワクワクが隠せない無邪気な表情を浮かべる。一方、自分たちの YouTube チャンネルの撮影だと思い、いつも通り和気あいあいと進めているところに突然現れた二人に動揺するスノーマン。当番組の出演を知らされていなかった9人は驚きながらも、二人と一緒に YouTube 撮影ができることに歓喜。11人は、さんまチームと木村チームに分かれ、深沢達也進行のもと、とあるゲームに挑戦する。なお、放送後には、スノーマンの公式 YouTube チャンネルでも収録の模様を配信。さらに、番組放送直後に木村の YouTube チャンネル開設が決定。無料動画配信サービス、GYAO、にて配信されていた、木村さん、がタイトルそのままに復活する。他にも、木村がさんまをドキドキさせるべく、関東近郊にあるサーキット場へ、とある有名人から借りた高級車の助手席にさんまを乗せ、木村が猛スピードで爆走。時速 200km 超えのスピードにさんまはドキドキを超えてヘトヘトになってしまう。さらに、木村にドキドキするほど美味しいお肉を食べさせたいと、予約7年待ちの焼肉店へ連れて行ったさんま。お店側の要望で、最寄り駅からお店まで目隠しをした状態で歩いて向かった二人は別の意味でドキドキに。また、番組恒例、木村の歌唱パフォーマンスも、スタジオトーク中、今回の木村の歌唱曲についての話で盛り上がった二人。というのも、前回の放送で、鹿児島、奄美大島へ行った際、さんまが気軽に発したある一言がきっかけで今回の歌唱曲のテーマが決定していたという。木村から作詞のオファーを受けたさんまはコツコツと歌詞を書き上げ、最高の曲が完成。今回のテーマ、ドキドキとリンクした歌詞になっているという